下手なレポートでごめんなさい。第7回は、第3師団創立63周年、先祖駐屯地創設73周年記念行事です。撮影取材担当の、二の前、ゆうきです。兵庫県伊丹市に所在する陸上自衛隊先祖駐屯地で行われた第3師団創立63周年先祖駐屯地創設73周年記念行事、最寄り駅の北伊丹駅から徒歩移動、昨年までは JR 伊丹駅から往復徒歩移動しておりましたが、距離を考え北伊丹駅にしてみました。ちなみに飲食店探しは阪急伊丹駅の方が楽ですね。さらに先祖駐屯地へも近いです。しかしシャトルバスは北伊丹駅先祖駐屯地となります。ここで第3師団についてご説明いたします。第3師団は近畿2府4県の防衛警備及び災害派遣を担任。駐屯地は奈良県、和歌山県を除いて滋賀県の今津駐屯地、所在する部隊は第3偵察戦闘大隊大阪府の八尾駐屯地、所在する部隊は第3飛行隊、同じく大阪府の篠田山駐屯地、所在する部隊は第37普通科連隊、京都府の福知山駐屯地、所在する部隊は第7普通科連隊、同じく京都府の大久保駐屯地、所在する部隊は第3施設大隊、兵庫県の伊丹駐屯地、所在する部隊は第36普通科連隊、同じく兵庫県の姫路駐屯地、所在する部隊は第3校舎特化大隊、そしてここ先祖駐屯地、所在する部隊は第3師団司令部付隊、第3通信大隊、第3特殊武器防護隊、第3後方支援連隊、第3音楽隊で構成されています。駐屯地に近づくと入門待ちの列が見えてきました。昨年と比べると若干少ないように見えます。さて当日はあいにくの雨、天気予報では午後からとなっていたのですが、記念行事が始まる前に降ってきました。この雨の影響で太鼓演舞音楽演奏は残念ながら中止になりました。今年は午前午後の2回戦闘訓練展示が行われました。74式戦車が退役して最初の戦闘訓練展示となります。その他除染作業展示、格闘訓練展示も昨年度同様に行われました。74式戦車が退役したので市場は装輪装甲車、高機動車となりました。装輪装甲車については交代車両が正式に決まりましたので、いつか姿を消してしまいます。駐屯地内のコンビニ、食堂は一般の方たちで混雑状態でした。最後にお知らせを。地域情報配信チャンネルではメンバーシップを開設いたしました。目的は撮影取材活動維持のため、またメンバーの方々には特典をご用意しております。特典の一例として交流会員には協賛ブースへのご招待を考えております。まだ検討の段階なのですが、来年の話になりますが、一つはミリタリー系イベントの協賛ブースを確保しようと考えております。実現できる段階になりましたら正式なご報告をいたします。